前景右後ろから、石狩無子の民マイナスは、北海道石狩市弁店長の石狩浜にある、ブロンズ像。制作は、本郷神。上半身を布で巻かれ、何かを訴えるかのようにかろうじて片手と両足を突き出した人物が、台座の上に横たわった造形となっている。本郷が1970年に制作した、無子の民連作15点の一つ。 取り壊れた人を原型としている。原型は中東やインドシナ半島で起きた戦争の陰で犠牲となった罪なき人々をモチーフとしているが、この像はさらに北海道開拓の中で厳しい自然と格闘し倒れていった名もなき人々のイメージを重ね合わせている。コンクリート製台座の左右には三影石がはめ込まれており、そこには本郷の自筆によるこの地に行き、 この地に渦漏れし、数知れぬ垢の民の、霊に捧ぐという碑文が刻まれている。石狩浜への設置に先立って、箱根彫刻の森美術館主催の第2回現代、国際彫刻展に出品されており、美術評論家の匠秀夫は、本郷心の代表作に数えるべき彫像と評した。1973年11月、石狩町の役場庁舎前広場に、 本郷神によるブロンズ教像、イ、e、ー o ン1 0の像が混流された。この共像政策を機に、本郷は石狩無婿の民マイナスの設置場所を石狩川川口付近にと望むようになった。1978年、北海道文化賞を受賞した本郷は返礼として、石狩無婿の民マイナスを北海道に寄贈し、設置場所を石狩浜に指定した上で、浜那の作録、 7月頃に除幕式をと希望した。石狩町は翌1979年4月に受け入れ計画の文書を道に提出し、台座経費の補助金交付を待った。ところが7月になって補助金の解釈について石狩町と北海道との間に食い違いがあったことが発覚し、交付は中止された。そのため石狩町は経費の捻出のため新たに議会の了承を得る。 必要に迫られたが、浜那須の時期を等に過ぎても結論を出せなかった。約束が守られないことを知った本郷は、像の寄贈を取りやめてしまい、その上1980年に当人が死去したため、一連の話は立ち消えとなった。1980年夏、石狩ライオンズクラブ会長の稲見健次は、前年の町長選挙が紛糾したせいでバラバラになって、 しまった住民たちの心をまとめるため、一丸となって取り組める目標として、石狩無向こうの民マイナス設置運動の再開を提唱した。稲見が札幌市中央区宮野森の本郷のアトリエに赴いたところ、像はアトリエの外で雨ざらしになっていた。しかし、本郷新記念札幌彫刻美術館の収蔵予定リストには含まれていなかったので、石狩設置は可能であった。 本郷神の遺族代表である息子の本郷厚氏と会談した稲見は、像の設置場所や台座のデザインなどについて、全面的に遺族側の意向を受け入れ、設置の了解を得た。1980年12月20日、石狩ライオンズクラブが中心となり、各町内会や農協、漁協などに呼びかけて、ブロンズ像設置規制会が結成された。会員たちは、 資金集めに奔走し、募金活動は、全長的な盛り上がりを見せた。目標金額1050万円に対し、募金収入額は1025万6442円と、わずかに及ばなかったものの、1981年6月30日に、無事、石狩無子の民マイナスの除幕式が、石狩浜の砂丘で行われた。この日をもって、クラブ会長人気を満了した稲見は、 翌7月1日の財団法人札幌彫刻美術館の記念式典に出席し、集まった寄付金の中から500万円を贈呈した。11月3日、ブロンズ像を石狩町に寄贈して、寄生会は解散した。e 4 n 1は農業寺の三代目住職であり、後の石狩町長。青木2007、49石狩無子の民造。 abcd 鈴木 1996p569abc 鈴木 1996p573abcd 鈴木 1996p574ab 鈴木 1996p575p1988p23abcdef 鈴木1996 P571 鈴木1996 P568 ABCD 鈴木1996 P572 ありがとうございます。